天使とヤコブの戦い、エイムシカル・インタールード、アレクサンドル・ルイ・ル・ロワールは19世紀のフランスの画家。弟は画家、劇作家のモーリス・ル・ロワール。パリで生まれた。父親のオーギュスト・ル・ロワールの創設に参加した。1876年にレジオンド・ドヌール勲章を受勲した。ウィキメディア・コモンズにはアレクサンドル・ルイ・ル・ロワールに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。